パワードスーツ。パワードスーツは人体に装着される電動アクチュエーターや人工筋肉などの動力を用いた外骨格型あるいは衣服型の装置である。SF 作品に登場したことから日本で多く用いられるようになった名称であり、英語では一般的にパワードスーツではなくパワードエクススケリトン、強化外骨格と総称される。日本語ではその他にも 直訳で、強化服、半分だけ訳して強化スーツとも呼ばれているほか、ロボットスーツと呼ばれるものも存在する。医療、介護分野で使われているものは、パワーアシストスーツと呼称されることもある。また近年は、マッスルスーツ、東京理科大学発ベンチャー株式会社、イノフィスの登録商標という呼称も広ししてきている。SF 作品などに登場する架空のものでは、 登場作品によって色々な名称や作動方式、機能の負荷が見られ、その数は膨大である。パワードスーツの登場するサイエンスフィクション一覧を参照。一般的な建設機械などでは、人間の力を超えてはるかに作業効率の良い装置も使われているが、当装置は人間の筋力を増強するため、着用するという形態で運用される機械装置で、 荷物の持ち運びや走る、飛ぶといった一個人の人間としての動作を強化拡張する目的で使われる。種類や用途によっても様々な呼び方が存在しており、その故障は定まっていないが、本校では便宜的に一般名称として最も初期から SF 用語として使われたパワードスーツを用いている。ISO においては、 ISO 13482サービスロボットや生活支援ロボットの安全規格が規定されている。JIS においては JISB8445 生活支援ロボットの安全要求事項 B8446 から1マニピュレーターを備えない性的安定移動作業型ロボット例、掃除用ロボットなど B8446 から2 低出力装着型身体アシストロボット、本記事における、パワードスーツにあたるが、あくまでも、リハビリや、介護支援用である、例、HAL 及び、B8446 から3、当立進出制御式登場型ロボット、例、セグウェイなどの工業規格に生活支援ロボットに、関する事項を定めている。 玩具・人形の故障として株式会社バンダイによって商標登録がされている登録328万2112号。現実の医療、介護機器としての利用を念頭に置いたものは、人の力や仕事を補助する、助けるという意味で、パワーアシスト、パワーアシスト機器内視装置等と呼ばれる。1968年には、ジェネラルエレクトリック社が、を発表している。 この装置は、外骨格と呼ばれるタイプのもので、人が装着しない状態でも自重を支えるフレーム構造を持ち、人間が装置に登場して操作することで、その操作に従って仕事をするという発想である。強化外骨格は、このハーディマンのような装置全体で一つのシステムであり、人間は登場するような形のものを指す言葉である。 しばしば人間が装着してその力を増幅させる、パワードスーツそのもの混同されることもあるが、強化外骨格は一形態に過ぎない。もともとは、ロバート・エイ・ハインラインの SF 小説、宇宙の戦士、1959年に登場する、重装甲、重武装と倍力機能を持った、架空の強化防護服の故障だった。不評一個人に、ゴリラもたやすく倒せる外力と、 戦車並みの走行、戦術核兵器や神経ガスを含む、戦闘車両並みの重武装、小型宇宙船並みの環境適応力、戦闘兵力以上の機動力、ただし、超長距離ジャンプやホバリングはできるが、飛行能力がないを持たせることを目的とした装備である。着用した人間の動きをそのままフィードバックして、動かせる、マスタースレイブ方式をとっており、これが登場。 操縦型の人型兵器との決定的な違いとなっている。これはすでに同じハインラインの小説、ウォルドゥ ?1942 年で固定式の遠隔操作型マニピュレーターの操作方式として描かれており、こちらが元祖であると言われる。外見は原作本の初版描絵やアバロンヒル社製のボードウォーゲームなどでは宇宙服を拡張したような形状となっていたが、日本では 早川文庫版のイラスト、デザイン、宮武和隆イラスト、加藤直行で、工業機械のような要素が取り入れられた姿となり、機動戦士ガンダムに登場する、モビルスーツのヒントとなったことなどで知名度を高めた。その概念が広まるにつれ、様々な作品中において派生系を生んでおり、中には、音声や思考による制御を部分的に行うものもある。第二次世界大戦後、 原子力の発展に伴い、放射性物質を扱ったり原子炉内部への立ち入りのため、移動可能なマニピュレータ、モビルマニピュレータの開発が求められた。これは後に宇宙用、深海産業用に発展するもので、その多くは遠隔操作型であり等装地の概念とは異なるものであった。しかし、1961年に開発されたジェネラルエレクトリック社製の BE とは、 乗員が乗り込み操作するもので、ある程度パワードスーツ的な要素を持っていた。最も走行には無限軌道を用いており、また放射線を遮るための装備による重量課題で失敗に終わっている。このような分野では、日本において、テムザック製の実用型レスキューロボット、エンリューが開発されている。ジェネラルエレクトリック社ではその後も研究が続けられ、1968年に、 試作案を、提示、1970年に左側のみ、重さ 350kg が製作された、外骨格型マニピュレーターは、パワーアシスト機器の元祖を言えるが、油圧アクチュエーターで駆動するという構想ではあったものの、当時の技術的な限界で実用には至っていない。また同社は派生した技術を利用した四つ足型の歩行トラックも試作した。これは操縦者の手で前足。 足で後ろ足を制御するものであった。現在開発されているものは必ずしも全身の関節に動力補助が行われるわけではなく腰と膝にだけ動力補助を与えて足首は生身のままというシステムも多い。これは人間の歩行動作には足首に大きな力が必要なわけではなく必要な力はほとんどが太ももから発生しているため 太もも部分を補助してやるだけでも大幅な能力向上があるためである。負荷が大きい場合は腰から足の裏まで繋がったフレームを持つものもあるが、これらは完全な補助装置であり、機械のみで動くことはできない。2000年代現在進行する少子高齢化や老老介護では、介護市場の労働力不足も懸念されており、ベッドの移動などで介護者を抱き上げるといった、 体力的負担の軽減も大きな課題となっている。こういった問題の解決において、パワーアシスト機器は、非力な人間でも、要介護者を抱きかかえて、運べるようにすることで負担を軽減することが期待され、民生分野での開発が急速に進んでいる。近年では、筋電位や神経電位の測定に関する生科学などの分野で、 目覚ましい発展が進んで近電義手などの実用例も登場していることから、死士麻痺や筋力低下で歩行困難なため行動が制限される、車小での移動を余儀なくされているものが自立歩行を行えるようになるというパワーアシスト型のロボットギプスの開発、製品化も進んでおり、また同時多発的な現象として、米国でも製品化に向けたり組みもなされている。 1996年に筑波大学の3階、吉幸教授らによって開発されたロボットスーツ HAL ハイブリッドアシスティブリムは皮膚表面の生体電位信号を読み取り動作する世界初のパワードスーツであり、その後残額共同体企業サイバーダインが設立されている。この装置の全身型は例えば 100kg の レックプレスができる人間が装着すれば1 8 0ラムを動かすことができ、数キログラムを持ち上げる間隔で4 0ラムの重量物を持ち上げることができる。2008年10月より HAL の下半身タイプが大和ハウス工業からリース販売されている。また2011年3月11日の福島第一原発事故後、HAL を原発作業員のために改良した。 新型ロボットスーツを公開している。松下電機の社内ベンチャー企業アクティブリンク、現、アトーンは乗り込み型のパワードスーツ、パワードローダーと人体装着型のパワーアシストスーツ、パワーローダーライト、PLL や、それらの制御技術を利用した介護予防用の訓練機などを研究機関向けに販売している。ホンダ技研工業は歩行動作の補助を行う。 リズム歩行アシストを国立長寿医療研究センターが介護予防の効果を検証するプログラムに提供している。また、工場の組み立てラインで働く作業員の負荷を減らすため、またがって使うタイプの体重支持型歩行アシストも開発している。これらはアシモの開発で培った協調制御技術を応用している。現在では機械系だけでなく、 医学や情報分野の研究者の参加もあり、アトーン、Q アクティブリンクのように研究用のパッケージを販売する会社も現れている。主に、より多くの装備を身につけても活動に支障をきたさないため、動作を補助するパワーアシスト機器として開発されている。また、アフガニスタンのように道路網が脆弱な山岳地帯では、 車両の通行が困難な地域で不評の徒歩に頼っているが、重い装備を身につけた長距離航軍が可能となる。マサチューセッツ工科大学 MIT では、米軍と共同でナノテクノロジーを応用した生物兵器をも防ぎ、不祥事には幹部を固定するギプスにもなるパワーエクステンダーの開発を目指している。カリフォルニア大学バークレー校では、 米国防総消防衛高等研究計画局 DARPA より資金提供を受け、貸し骸骨格を開発するブレックスプロジェクトを進行させている。2010年にはロッキード・マーティン社の油圧駆動式外骨格ハイドロリックパワードアンサラパモアフィックエクススケリートンが軍の試験を受けている。これは91キロの荷物を背負って最高時速16キロで走ることができるもので、 バッテリーにより、油圧アクチュエーターを駆動させる方式になっている。バッテリーが2時間しか持たないという欠点があり、動力装置の改良が行われている。この外骨格を装着して重い荷物を持った場合、体重が数倍にまで増加するため完成の働き方が普通の歩行時とはなり、装着者はトレーニングを必要とする。2010年には、冷静音が、ゾースマイナス2を公開した。 以前よりもコンパクト化されているが、戦闘用ではなく物資などの運搬作業を目的としている。アメリカ軍は様々な基礎研究の結果を踏まえて、アメリカ特殊作戦軍、US ソーカーアーム向けにトロス、タロスと呼ばれるシステムの開発に移行している。トロスは筋力のアシスト機能のほか、コンピューターやデータリンク機能による装着者の支援機能を備え、またリキッドアーマー、 ダイラタンシーを利用したボディアーマーや傷口を泡で不具能力なども付与される予定になっている。公開されているコンセプト動画では自動小銃の射撃を受けても全くダメージを受けていない様子が映されている。人気コミック映画に登場するパワードスーツの名前からアイアンマンとも報道されているトロスは2018年の配備開始が計画されている。 日本の防衛省でも計画され、平成26年度予算の概算要求で、将来単位パワーアシスト技術の研究、15億円、として開発費の要求を行ったが、財務省の査定を通過できず研究は見送られた。27年度予算の概算要求においても、高機動パワードスーツの研究、9億円として、予算要求を行っている。 介護や軍事など実用品としての機器には高い強度や信頼性が求められるが材料や制御技術の進歩により実用性を無視したホビーとしての開発が可能となっている動力アシストなしで人間の動きを拡大する外骨格ロボットを開発販売するスケルトニクスや道場型パワードスーツの開発を行う会社漫画を告知するために 実際のパワードスーツを制作する回などが存在する。小説、宇宙の戦士の発表後、特に日本では1980年代に SF 作品を中心に大流行した。その後も名称や作動原理の異なるものが創作され続けている。その多くではロボットアニメの内容がしばしばそうであるように兵器としての戦争によらずとも、 何かと戦うためのものという位置づけも多い。しかしウィリアム・ギブスンの短編、冬のマーケットに登場する全身麻痺の障害者が自発的に行動するためのエクソスケルトン、作者を同じくするモナリザ・オーバードライブでは、健常が大荷物を運ぶ際にも登場や映画エイリアン2でコンテナを運ぶためのフォークリフト的な作業機械として登場したパワーローダーのように、 現用のパワーアシスト機器に近しいイメージ、先禁地で描かれているものも見出せる。これらは動作原理も様々であり、機械装置の動力を使うものから、生体素材を利用したり、神秘主義的な概念などに、その動作原理を求めるものまで様々である。中には、動作原理はほとんど語られず、単に超人化するための着衣という位置づけのものまで、含めると多岐にわたる。 SF など様々な作品に登場するものに関しては、パワードスーツの登場するサイエンスフィクション一覧を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。